はい。ということで、限界挑戦やっていくんですが、えー、現在1位の方が4000万を超えてます。で、一応、今からね、紹介する編成でも、4000万、もしく、もしかしたら5000万ね、えー、ぐらいいく可能性もあるかなとは思います。まだね、あの、この編成にたどり着いてからそんなに連打できてないので、まあ、もしかしたらね、 あのー、てか感覚的にはね4000万は行きそうだなってくらいのね感覚はありましたでまず先に補正なんですけど、えー、補正こんな感じですで今回 HP に振ってしまうと、えー、ダメージが下がってしまうので、まあ、そこだけ注意が必要かなっていう感じですでただねあのー、まあ霊獣だったり霊とかがねちょっと、えー、まだね育ってないよっていうなんかこの HP 振らないと全滅きついよっていう方はこっちのね 3だけは振ってもいいかなとは思います。ただし、その分ね、えー、点数は下がるよっていう感じになってます。はい、でそして、えーま、先に補正、アビリティなんですけど、えー、補正じゃないや、ゲ部ね。ゲ部こんな感じ、才能こんな感じで、えー、アビリティは、えー、特に変わりはないです。で、調量はね、2と2にしてます。今回ね、この調量の突数もね、えー、めっちゃ検証したんですけど、 結果ね二、えー、突が一番自分は良かったかなっていう感じでしたで例重新聞はこんな感じです今回はウサギトラ6色を使ってますはいでちょっとねまあほんの少しだけ連絡するんですけどでたいこれで今、まあ、1700万なんですけどあの10回に1回は1000万超えますで20回から30回に1回は2000万から3000万ぐらいいきますなので ま、上振れたらま、4000万。もしかしたら5000万届くかもしれないし、届かないかもしれないし、ってぐらいの、感覚です。まあ、一応2000万超えるまではね、ちょっと連打しようかなとは思うんですけど、ワンチャン緑数字出るかもなの、出るかもです。もしかしたら、緑数字出るところまでカットするかもです。はい。緑数字出たんですけど、微妙な上振れでした。ちょっともうちょっと連打します。 えー、挑戦回数がなくなくりましたあの今回ねここまでたどりこの編成にねたどり着くまで結構時間かかったので、えーま、もうちょっとね連打したかったんですけど、えー、連打できずと。でこれね今回この霊獣の調整にもねちょっと時間かかったっていうのと長量、まあのね突数も損なんですけど結構このね補正の調整にもねちょっと時間かかったんで、えー、今回は、えー、ここで終わりと。 もうちょっとね連打したかったんですけど、えーまあ、4,000万っていうかねこの1位は届かなかったんですけどまあ間隔は、ねえー、もしかしたらね、えー、違う編成で1位の方はね違う編成で例重、まあ、とか深部とかねもしかしたら頂量の突数違うかもだし、まあ、補正がね違うかもだしっていうところはあるんですけどまあその辺はね分、えー、かんないです。 一応この編成での最大ポイントはこんな感じだったよともうちょっとね個人的には上振れるとは思うんですけどそんな感じでした。